松田九郎は、日本の政治家。自由民主党衆議院議員、長崎県議会議長、自民党国対副委員長、自治政務次官、宗教政治研究会事務局長などを務めた。国会では、矢次将軍として知られた。長男は、元長崎県議会議員の松田忠志民。長崎県北松浦郡佐々町出身。 1943年法政大学専門部法科卒業。長崎県議会議員同議長を経て、1983年12月の第37回衆議院議員総選挙で当選。旧河本派に所属。自治政務次官となった。2期連続当選したが、1990年2月の第39回衆議院議員総選挙で落選した。 1993年の第40回衆議院議員総選挙にも出馬したが、落選。1995年の第17回参議院議員通常選挙では、無所属で一人区の長崎県選挙区に出馬して、自民党公認の新人宮島大典と共倒れとなり、落選後は、新進党に移籍。ついで自由党に移り、国政復帰を目指して、 立候補を続けたが果たすことはできなかった。そうした中、1998年2月の金子、源次郎の長崎県知事転身に伴う長崎四区補欠選挙で、宮島に敗れた栽培集で逮捕された。一審、二審を経て、2000年最高裁で、懲役1年10ヶ月が確定。2008年2月21日夜、江迎町内で、 国道204号を横断中に乗用車にはねられ、重傷を負った。2015年2月9日、急性呼吸不全のため死去。92歳没。ABCDEFG、新定現代政治家任命辞典2005年。ABC 長崎の国道で元衆院議員はねられ、重傷。2008年2月21日23時54分。日刊スポーツ。 参議院会議録情報第百十四回、国会選挙制度に関する特別委員第一号、AB 中野武史、戦後日本国家と、民衆宗教の政治参加、宗教学的一考察資料、現代日本の宗教と、政治関連年表。2000年、西川孝淳、連立政治の舞台裏、政界再編、流佐の六年間、p 三百三十四小沢。 竹村の夕食、選挙違反の松田九郎被告、実刑が確定最高裁、上告企却朝日新聞2000年7月4日、夕刊15ページ、松田九郎、元自民党衆院議員死去時時通信2015年2月10日、閲覧。ありがとうございます。